ウッドゥパーカッションポットプラスチック、またはグラスファイバーによるウッドノートウッドは破裂音を発するエアロフォンであり、ナイジェリアのイボニンのイデオフォンである。ウッドドラムとも、イボ語で D は血管を意味する。実際には追加の穴がある水差しであり、儀式のためにイボニンの女性によって演奏された。通常、ウッドは粘土で作られている。楽器は手で演奏される。 演奏者は大きな穴を素早く叩くことによってベースとなるサウンドを生成する。小さな上部の穴の上にある手の位置に応じてピッチを変更する方法が多々ある。さらに全体を指で再生できる。今日、パーカッショニストは様々な音楽スタイルでこの楽器を広く使用している。ウドゥズ伝統的な楽器と現代的な楽器のいくつかはウドゥから派生したものである。 これらには、ウッドを細長く平らにしたディスクのようなものとなっている。ウタール、二つのチャンバーと二つの穴があるキムキム、そしてペルシャのパーカッショニストであるベナム様に,によって開発された開いた穴とともに、皮膚状の膜を追加したザーバンウッドなどがある。膜と穴は片手、または両手で同時に演奏でき、これはハンドパーカッションとなっている。ありがとうございます。